行機に乗ると座席が全部後ろ向きになっている？一瞬何かの間違いだと思いますよね。でも後ろ向きの座席は乗客を目的地まで運ぶのに最適な方法なんだそうです。一体なぜなのでしょうか。1、安全性が高い。様々な調査が後ろ向きの座席の方が前向きよりも安全であることを示しています。というのも後ろ向きだと頭と胴体がしっかりサポートされるんです。それに席が大きいだけではなく重たいので着陸時や事故の際に衝撃を軽減してくれます。自動車や航空宇宙産業の安全基準を作成する SAE インターナショナルによると、前向きの座席では胴体が前方向に傾いてしまうそうです。その分保護が弱くなってしまいます。背中は胸部よりも大きな衝撃に耐えることができると科学的に証明されています。 2. 赤ちゃんと一緒。2歳以下の赤ちゃんや幼児を車に乗せるとき、チャイルドシートは必ず後ろ向きに設置しますよね。それはその方がずっと安全だからです。統計では後ろ向きの座席は怪我のリスクを 70% 以上軽減してくれると示しています。飛行機の座席も同様です。緊急着陸が必要になった場合、例えば不時着や最悪墜落した場合に乗客への影響がはるかに少ないんです。 3. スペースの節約ができる。ビジネスクラスの後ろ向きの席を導入した航空会社は追加で80席を設置することができました。しかも座席と座席の間もより広くなったので乗客にとってもメリットがあります。全体的に見るとスペースが 15% 広くなり、足のためのスペースは約 10cm も広くなったんですよ。これはすごい。ちなみに最近エコノミークラスキャビンヘキサゴンと名付けられた対面式の座席の特許が提案されました。座席が簡単に折りたためるのは確かにいいですが、真ん中に座っている人は少し気まずそうですよね。ん？それに肘掛けもないの？それはちょっと。4. 景色が素晴らしい。ビジネスクラスでは飛行機の翼とエンジンが背後にあるため、それらを見るのは難しいです。ですが席が後ろ向きであれば飛行中ずっとその景色が楽しめます。もちろんプレミアムな席を諦めてエコノミーで飛べば良いだけの話なんですが。 5. 睡眠の質が上がる。旅客機は飛行中1度や2度自然と上に傾きます。そのため席が後ろ向きであればナチュラルなリクライニングが楽しめるんです。後ろ向きの場合、頭の位置が足より少し高くなります。この方が間違いなく寝やすいですよ。 6. 楽しい。飛行機に慣れている人は次回後ろ向きの座席のフライトを予約してみましょう。最先端の空の旅が体験できます。まるで初めて飛行機に乗ったかのような気分になるでしょう。 7. アメニティが豪華。ボーイング777や200に乗ったことがある人は座席が後ろ向きなだけではなくアメニティが豪華だと主張しています。美味しい食べ物に石鹸、ローションも揃っているんだとか。まあビジネスクラスに慣れている人にとっては当たり前なサービスですが、こんなにもメリットがあるのになぜ多くの航空会社は後ろ向きの席に変えないのでしょうか。まあそれは完全に理想的ではないからです。例えば 1. 重たすぎる。前向きよりも後ろ向きの座席の方が重たいので飛行機の重量が自然と増えます。重たければ重たいほど燃料消費量も増えるので結果航空券も高くなります。座席あたりの価格が高くなることを考えると、エコノミークラスの乗客はそもそも選択肢に入れないでしょう。 2. プライバシーがない。後ろ向きの座席のデメリットといえばまさにこれ。特に対面式だと他の乗客と面と向かって座ることになるのでだいぶ気まずいらしいです。ある女性は食事中に面白い経験をしたと言っています。彼女が座っていたのは
ビジネスクラスの最後列でエコノミークラスと対面していました。食事の時間、エコノミークラスより先にファーストクラスとビジネスクラスに食事が配られます。そのため彼女は食事中エコノミークラスの人からジロジロ見られたそうです。現存のモデルは後ろ向きの席と前向きの席がずれて位置されているのでプライバシーが一切ありません。ドアで区切られることもあるそうですが通路側の席には存在しません。 3. パーソナルスペースがない。ベッドになる座席を備えた旅客機に乗った乗客も大変な思いをしたと言っています。その座席は後ろ向きと前向きがあったそうで真夜中にトイレに行こうとしたそうですがそのためには隣に座っている人をまたがなくてはならなかったと言っています。その度に隣の人を起こすのは嫌ですよね。 4. お金がかかる。航空会社が突然心変わりし全ての席をひっくり返すなんてことはありません。単に後ろ向きにすればよいというわけではないんです。古い座席を完全に取り外し新しい席を設置し直す。これだけでも費用はかかります。多くの航空会社は全てを改造する準備なんてできていませんし望んでもいません。乗客もおそらく心の準備ができていないでしょう。 5. 酔いやすい。乗り物酔いや吐き気を催しやすいタイプですか？気持ちはわかります。きっとこの革新的で革命的な座席はあなたには向いていないでしょう。離陸時と着陸時に慣れていない方向に座ると内耳に負担がかかりフライト中気分の悪い状態が続くと報告されています。最も影響が大きいのは離陸時と着陸時。バスや電車と違い飛行中には気持ち悪くなりません。とはいえ窓の外で反対方向に移動する雲を見るとどうなるかなんてわからないですよね。 6. ガヤガヤしている。目の前に座っている人たちがワイワイ喋っていると静かに読書ができません。それにいろんな声が飛び交っているので一人の世界に浸ったり一緒に旅行をしている人と会話するのも難しいですよね。他の乗客も大きな声で話し始める可能性があります。楽しいのは何よりですがただ寝たいという人には辛いでしょう。 7. 離陸時が少し不快。座席が後ろ向きだと飛行機が停止した時により安全だという話をしましたよね。これはつまり離陸時は逆のことが起きるということ。通常飛行機がブレーキを踏んだ時我々は自然と前に引っ張られた体を少量の力で後ろに引きます。ですが座席が後ろ向きだと滑走路を走る時に胸が後方に引っ張られてしまうので力いっぱい席に体を戻さなくてはなりません。これはこれでだいぶ不快です。どっちの方がマシなのかというところですね。 8. 重大な問題。後ろ向きの席の方が重たいからこそなんととある航空会社は燃料消費を心配し客室乗務員に体重に気をつけるようにと命令したそうです。燃料費を削減するために人を侮辱するなんて明らかにおかしい話。やっぱり席は前向きにしておいた方が良いのかもしれません。 9. そもそも人が求めていない。様々な交通手段について行われた研究によるとほとんどの人は前向きの座席を選択しています。電車にしてもバスにしてももちろん飛行機にしても自分が慣れている向きの方が良いという人が圧倒的に多いんです。皆さんは後ろ向きの飛行機に慣れることはできると思いますか？一生経験することがないかもしれませんが。 10. リスクが大きすぎる。機内の座席の配置を完全に変えるというのは危険が伴います。そして収益が保証されていません。例えばサウスウエスト航空はある飛行機にラウンジ席を設けました。みんな一緒に座りたいという家族には響きましたが同じ問題が繰り返し起きたそうです。航空会社はその座席に対しての賛否が激しかったと言っています。
ちなみにある飛行機はなんと座らずに立ったまま飛ぶというモデルを提案しましたが、幸い実現には至らず却下されました。立つくらいなら狭いスペースで座った方がマシです。とはいえ、正しい選択をしている航空会社もたくさんあります。例えば、なぜほとんどの場合機内が青いのか知っていますか？青色は安心感を与える色なので、不安になりやすい乗客のことを考えて選択されました。また航空会社も航空機のエンジニアも常にフライトの改善に力を入れています。狭い場所でも快適に過ごしてもらうために。皆さんは後ろ向きの座席や立ち乗りの飛行機に乗ってみたいと思いますか？下のコメント欄で教えてください。また新しいことが学べた人は動画を高評価してお友達へのシェアをお願いします。他にも興味深い動画が揃っているのでクリックしてみましょう。引き続きブライトサイドをよろしくお願いします。